さて、今日は国際小児がんデーです。国内で年間2000人以上が診断される小児がん。子どもと家族は治療優先の生活で多くの我慢を強いられています。笑顔と思い出を守りたい先輩ママの取り組みです。こんにちは。目の前に広がるのは大好きなキャラクターに楽しいゲーム。招待されたのは実はがんと戦う男の子とその家族です。札幌の阿部美由紀さん、小児がんの子どもたちと家族を支える活動をしています。わかる？この大きさ見える？すごい、初めてです。まだこんな目で大きいの見せるから待っててよ。この日美由紀さんは雪まつり会場に。人混みをかき分け誰かとオンラインで話しています。近くの小児がんの子どもたちが雪を見たことはないと、雪だるまを見たことないし触ったことがないって言っているので。この日は香川県の病院とつなぐ雪まつり中継の下見です。こういうとこって一番楽しいはずなのに見れないので。うわ、すげえ。すごいな。2日後、中継は無事に成功。子どもたちに届けることができました。病気が治ってから行けばいいっていう問題じゃなくって、やっぱりその年に楽しみたいことをさせてあげたいっていう思いと。実は美由紀さんには活動を続ける理由となるある経験があります。今から3年前の美由紀さんと長男の東真くんです。東真くんは小学校3年生の時に白血病と診断されました。おいしそうでも治療中に食べてたものは一切見るのも食べるのも匂いだけで吐き気し、痛い検査に抗がん剤治療、入院生活は1年以上続き、美由紀さんも病院に泊まり込みました。もう地獄、介護ベッドで毎日寝て、もう寝不足状態で子どもの治療を見て、親も、もうメンタル的にやられていく。でも子どもの前では泣けないし。美由紀さんは我慢ばかりの入院生活で好きな食べ物を作ってあげるなど笑顔でいられる工夫を続けました。しかし美由紀さんにはもう一つ気がかりだったことが。家に残してきた長女のことです。お弁当とか学校とかどうしてるんだろうとか、お母さんまだ帰ってこれないのって言って電話でこうなだめてるお母さんたちも入院中見てたので。子供と家族の目線に立った支援を作り出そう、退院後に作ったのが勇者の会でした。 X に何か数字入れた時 Y が決まる、この A が決まらない闘病中に遅れた勉強の支援など退院後のサポートをしたり、子供が怖がる検査について説明する動画も作ったりしています。力を入れているのが治療中でも子供と家族が一緒に楽しめる空間作り、室内でも季節を感じる遊びができるようにします。10月、札幌のホテルにある家族が招待されました。はい、じゃあどうぞ。がんの治療が落ち着いた一斗くんとお姉ちゃんの心ちゃん、そして両親です。部屋の中は好きなものでいっぱい。あれ、せーの、おーしー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 、お
穴開けた。迷うな。すごい。でもまだお母さんサイズあった？消しゴム。勉強できたらちょうどいいんじゃない？弟が入院している間にお留守番を頑張った心ちゃんも主役です。何だと思う？子供だけじゃなくて兄弟も頑張った。お父さんお母さんもやっぱり頑張ったっていう家族全員のご褒美っていう形なので。よかった。お魚柄の T シャツに着替える。小児がんと戦う一斗くんとお姉ちゃんの心ちゃん。今日は家族で治療の間に過ぎてしまった夏の思い出作りです。病院とは違ってここでは興味のままに自由に動き回れます。あ、水槽。ちょっとじゃ魚釣りもしてみようか。忘れた。さあこれは何でしょうか。ずっと4つでいいよ。元いた部屋では晩ご飯の準備が進んでいました。そこにはみゆきさんの長男トーマくんとお姉さんゆうかさんの姿も。イベントの中身は家族が主体となって決められるようこだわっています。体調のことを考えたら決められた時間とか場所に行くのってなかなか難しい。一番楽しい年にそれができなかったって諦められないので、できないならできないなりのサポートをと思いまして、家族の時間をこうみんなでこう盛り上げて作ってくれて、それがなんか皆さんの気持ちが嬉しかったです、はい、4人でもみんなで一緒に遊ぶ機会はあんまりないから、今日いっぱい休めて楽しかったです。長い間多くの我慢を強いる小児がんの治療、後回しになってしまうことの中にはかけがえのない瞬間が詰まっていることに子どもたちが気づかせてくれます。